メガドライブで人気を博した美少女アクションゲーム、エルビアントの続編でしたが、メガ CD 版では、主人公がまさかのおっさんでした。メガ CD らしく、ビジュアルシーンが多数盛り込まれ、豪華声優による音声も追加されています。何より、うねうね動く多関節キャラが大きな売りになっていましたが、主人公まで多関節だったため、かえって動きが不自然で、操作性も犠牲になっていました。後に、人気のアネットが主人公に返り咲くのですが、一度離れたファンが戻ってくることはありませんでした。メガドライブで展開されていた野球ゲーム、スーパーリーグ。多機種の野球ゲームと比べて、垢抜けなかったこのシリーズが、メガ CD でのイメージチェンジを試みました。大容量を活かして、膨大な選手データを収録。背番号がちゃんと表示されるというのも、当時の野球ゲームでは珍しく。打席に入る時の選手の顔グラフィックや、ファインプレイやクロスプレイ時に挿入されるビジュアルなど、当時アーケードで人気だったクラッチヒッターの要素も盛り込まれており、監督として采配を振るう、シミュレーションモードも搭載していました。和風とメカが合わさった独特な世界観で、高い評価を受けた武者アレスタ。そのテイストを引き継いだ作品がメガ CD に登場。シナリオ性がより重視され、メガ CD ならではの拡大縮小機能を活用。和風ハウスな BGM はセンスを感じます。しかしアレスタらしいスピード感がなく、期待されたメガ CD ならではの演出もオープニングのナレーション以外にはほとんどなく、ファンからは手厳しい意見が多く、期待外れに終わってしまいました。大歓ゲームの名作アフターバーナーの名を冠していますが、メガ CD 版の中身は同作の派生作品であるストライクファイターです。時期はポリゴンで描かれており、後方視点とコクピット視点を切り替えることも可能。チュートリアルやタイムアタックなどモードも多彩になっています。ただナレーション付きのオープニングなど CD ならではの演出もあるが、背景が単調だったりと全体的に地味で、ゲーム展開も淡々としています。詐欺臭いタイトルもファンから反感を買う一因となってしまいました。メガドライブはもちろん、多くの機種で発売された定番の麻雀ゲーム、ギュワンブラー自己中心派がパワーアップしてメガ CD にも登場。対局中のキャラのリアクションが肝のゲームですが、リアクション時にキャラが拡大し、さらには全員音声で喋ってくれるなど、演出面が大幅にパワーアップ。登場するキャラクターは、シリーズ最多の51人に達し、恋愛シミュレーションも楽しめる、デート麻雀モードという新モードも搭載。シリーズ最高と言える敵に仕上がっています。先生。落ち着きなさい。ザ・スーパー忍び、ゴールデンアックス、ベアナックル、コラムスといったメガドライブ初期の名作4本がひとまとめになってメガ CD で発売されました。もともとはメガ CD の購入特典として海外向けに企画されたソフトだったこともあり、
収録されているのはジェネシス版となっています。一部タイトルや音声が国内版とは違い、ゴールデンアックスは2人同時プレイが削られていたりします。しかしそこまで古くない作品が低価格でまとめて手に入るので、当時としては十分お得でした。光栄の定番歴史シミュレーションゲーム三国志の3作目が、さまざまな付加価値をつけて光栄のメガ CD 参入第1弾として発売されました。ゲームに登場する全武将のプロフィールをデータベースとして収録、イベントシーンではアニメでもが入り、音声もついています。黄金の乱のシナリオが新たに追加されており、さらには単体で市販もされているオーケストラバージョンの音楽も完全収録されています。 CD になっても変わらない値段の高さに目をつむれば、付加価値としては十分なおまけの内容ではあると思います。メガドライブの顔でもあるソニックシリーズ、戦略的にメガ CD で出さないわけがありません。ストーリー的には1と2の間の話です。タイムワープという新要素が最大の特徴で、一つのステージに過去、現在、未来という3つの時代が存在し、それを行き来しながらステージを進めていきます。しかしステージが複雑になってとっつきにくくなっており、スピード感もソニックにしては今一つでした。ただし気合の入ったオープニングアニメ、エミーやメタルソニックといった新キャラクターなど見どころも多いです。元の攻防を描いた光栄の歴史シミュレーションゲーム、国を発展させるために子作りに励むオルドシステムが大きな話題となった作品でした。妃を口説いて子作りするオルドシステム、その表現の生めかしさも話題でしたが、メガ CD 版では音声が追加され、臨場感がさらに上がっています。三国志同様に人物ファイルやサウンドウェアがついて、おまけシナリオとして限定合戦も楽しめます。価格も光栄にしては頑張っているが、セーブデータが大きくてバックアップラム必須となっています。カートリッジよりもメガ CD で先行発売されたコナミの名作ガンシューティング、リーサルエンフォーサーズ、どちらも専用銃が同梱されていました。ほぼ同時期の発売なので大きな違いというのはありませんが、サウンド面ではカートリッジ版は内蔵音源を使用しているので、クオリティに多少の差はあります。しかしメガ CD 版も読み込み時間があるので一長一短、サウンド面にこだわるならメガ CD 版、快適さを求めるならメガドライブ版をおすすめします。当時 F1 チームのスポンサーにもなっていた日本物産の人気 F1 ゲーム、メガ CD 版はそれまでのトップビューから 3D タイプに変貌しています。古い葉巻型から最新のものまで、新旧様々なタイプの F1 マシンに乗れたり、回のカテゴリーから F1 へステップアップするモードがあったりと、かなり凝った作りのゲームではあったが、シーズンの開幕に合わせたのか非常に完成度の低い出来で、6車レースにおいて当時の史上最低点で初登場1位を記録してしまいました。
領土が国単位から城単位に転換された信長の野望シリーズの5作目。メガ CD 版はカートリッジ版の1ヶ月後の発売となりました。これまでの光栄ものと同様に、本能寺の変以降を描いた新シナリオ、オーケストラバージョンのサウンドウェア、武将ファイルが新規に追加されています。しかし、ほぼ同時期の発売ということもあり、アニメデモや音声の追加はなく、中身はほぼ同じでした。価格も据え置きなので、どうせ購入するなら、メガ CD 版の方がお得ではあります。当初は、同時発売を予定していた、残虐な表現で話題のモータルコンバット。メガ CD 版は、1週間遅れでの発売となりました。メガ CD 版は完全版と銘打たれ、カートリッジ版では自粛していた血しぶきやフェイタリティと呼ばれる残虐なフィニッシュ技も再現されています。ただしカートリッジ版でも裏技を使うことでこれらの残虐要素は解放できます。他にもデモや音声が追加され、価格も2000円も安くてお買い得でした。サブゼロウィンズ。シャイニングフォースはゲームギア版の外伝作品2本のリメイクにオリジナルのシナリオをつけてメガ CD で発売されました。ゲームギア版が元だが、グラフィックはカートリッジ版の2以上に派手で美しく、音楽も CD ロムらしく豪華なサウンドになっています。本陣システムが一新され、中でも目玉は仲間コマンド。オートにして戦闘を任せたり、仲間との会話を楽しむことができます。バトル中心のテンポの良いゲーム展開もカートリッジ版とは違う味になっています。NBA 公認で実在の選手が登場するバスケットボールゲーム。超人的なダンクシュートが乱発する爽快のゲームです。カートリッジ版とメガ CD 版は中身に大きな違いはありませんが、メガ CD 版の方はサウンド面が大きく強化されています。特に音声は使われる場面も多くなり、発声もよりクリアになっています。また登場する選手が一部変更され、クリントン大統領が使える有名な裏技は削除されています。メガドラで大きな話題となった名作エコー・ザ・ドルフィンの2作がメガ CD にリメイクされて1本にまとめられました。初代は新たに4ステージが追加され、実写取り込みのビジュアルが収録されています。2作目の方はカートリッジ版と大きな違いはないものの、初代のストーリーを再現した CG ムービーを見ることができます。BGM は旧サウンドになってクオリティが上がっており、価格も4980円とお買い得となっていました。SNK の人気格闘ゲーム、画廊伝説。1と2はメガドライブ、スペシャルはメガ CD で発売されていますが、どれも販売元が異なります。画廊伝説スペシャルは、メガ CD 最後の大物ソフトとして、高い期待がかけられましたが、
完成度の低い出来でユーザーを大いに落胆させました。アクセス時間や処理落ち、背景や音声、キャラパターン、当たり判定など随所に手抜きが感じられました。なお、同時に開発されていたサムライスピリッツのメガ CD 版は発売中止となっています。